はい、僕はいつもね口を酸っぱくして言ってるねこのリズムをつけると、マッサージをする時にはね自分のこのねリズム、自然界のリズム、さざ波のリズムですね、この海の、ね、母なる 海の大地じゃない海のこのねこの自然のリズム、 F 分の1揺らぎって言いますよね、あのリズムを取り入れるといいですよ。こうですね、波のようにこうサバーサササササんですんで、またサバーざわ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 、ほんでこうシュー。太古の昔ね、人間が、魚類だったね、本当自分、人間の本当祖先たち、海から陸に上がるね我々の祖先たちがこのね両生類だった頃、海から陸に上がる時にですね呼吸が生まれたと言われておりますね。その時に波がこう引く時に顔を上げ呼吸をし、で、波がかぶさった時に、息を吐いてたっていうね、そういう説があります。なので波のリズムっていうのは呼吸のリズムなんですよね。で呼吸のリズムっていうのはやっぱ 心臓を打つリズムともやっぱ近いので、マッサージする時もですねこの呼吸のリズム、お客様が吐いた時に押してあげて、吸った時にこう抜いてあげると、それがすごく大事ですよね。そうすると受けてる方も楽ですし、自分もすごくあのスーッとこう入っていくんですよね、圧が。こう吐いた時にふーんです、でお客様も息する時にこうスーッと抜いてあげると。だってそうでしょ、吐いてる時にこう抜いて空気する時に押してたら逆ですよね。人間で体ほら膨らむじゃないですか、息を吸った時には膨らんでるのに押しちゃやっぱりほらね、反作用ですので、吐いてる時に押してあげて、吸ってる時にこう抜くっていうリズムをちゃんとつけてあげる。で、さざ波理論ですね。波打ち際の波のようにこうザバーっと一回ザバーっときたら、もう一回ザバーっとしてこうちょっと漂ってからこうスーッと引く。引く時も手からこう離すのではなくて、ザバーっといった自分のその勢いの元のままにこう自分が後ろに下がる感じですね。ぐーっといってこうスーッと、だからこうザバー。この時にね、コツはですね、自分の腰をこうちょっとね、ローリングしてあげると、回すと、機関車のこの、車輪のようにですね、この動きをこっちにするわけですね。こういうことです。こうばー。これだったらね、自分が腰を動かしてるだけで、これでもう圧が入って抜いて、入って抜いて、この、こういう動きになるわけですね。吐いて抜いて吐いて抜いて、だからここの時にこう吐いてもう一回吐いて、ほんで抜いてです。ぐー、これ押してませんから。しかもこのローリングの上だと全身の体の筋肉を使うので、自分もね楽なんですよね。こう縦でこう押すっていうのはすごくしんどいです。しかも足を、後ろ足をねこう突っ張ったりとかしてやってると、自分の筋肉が突っ張って力が入っている状態っていうのは、自分がリラックスしてないので体が軽くなってしまうんですよね。筋肉、こう体に力がキュッと入っている状態っていうのは、人間体がね軽くなってしまうので、ね、寝てるお子さんってね、重たいですけどね、起きてるお子さんはピュッてね上がりますよね、まあ、あんな感じですよね。なのでこう自分の体をリラックスしてこう力を抜いた状態でこうゆっくりこうザバーっとこうグー、自分も本当そのリズムの手をね、うとうとうとしてね、眠っちゃダメですけどね、眠ってしまうぐらいの心地よさ、心地いいリズムで、なおかつお客様のこの呼吸に合わせて、まあ、自分の呼吸の感覚とお客様の呼吸の感覚がこう合ってくるのが一番いいですよね。だから一言言ってあげるとですね、お客様にね、こう圧をがかかった時に息を吐いて、でこう抜く時に、吐いてもらうと楽ですよと。吸ってもらうと楽ですよと。で、さば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 うるさい、そんな感じで、まあ、こうね、ねちっこくやってくださいね。僕いつも説明したように、こうゆっくり大きくねちっこくやるのがこのねマッサージの醍醐味ですね。まあ、これは僕のやり方なので、
一番これが気持ちいいです。お客様が楽になれます。素直な気持ちになれますから、ザバーとザー、意外と早いんですよこれ、テンポは遅く見えるようで。自分の体もね、もう腕は突っ張ったままで腰だけでこうやってますから、押してるんじゃなくて持たれてるだけなんです。これ前に持たれてるだけ、これが体を楽にしてやるコツですね。ザーザバージャバババーバー、2段階ね、二重の極みですよね。ね、るろうに剣心のね、佐之助ですよね。知らない人はるろう剣読んでください。はい、あと何だったっけ、何理論、これシャルイダンス、シャルイダンス理論ね。シャルイダンス理論、ちゃんと面を当てていくと、ちゃんとこの R に、体の R に沿って自分のこの胸を当てていくっていうのが大事ですね。これシャルイダンス理論ですよね。ここはもう一箇所はもう一緒なんだというね、もう何回でも言いますから、これも大事ですから、これですよね。ちゃんと自分の位置でちゃんと合わせてやっていくっていうのが大事だと。全部そうですね。こういう状態でこういうふうに押せないといくんだったら、そこまで自分が持ってくるっていうことですよね。はい、ということでした。はい、バイバイまたあるよ。背中張ってるね。